どうも、ヌネです。アンチャーテッドコレクション、続きを遊んでいきたいと思います。砂漠に眠るアトランティス、キャプチャー22。終わりだ、ドレイク。来んな危ないよ。おい、近い。お前の負けだ。動くな。伏せるんだ。見つけろ。間違えた。行くぞ。やべ。
ネイト、お前か。やっぱりお前か。大丈夫か。おかげで散々な目に。何してんだ。本物の証拠は。本物だって分かったか。二度と俺に銃口を向けるな。でも奴らに撃たれただろ、日食のすぐ後に。何？何の話だ。お前がおかしくなったんだ。噴水の水を飲んだ途端に。あの水だ。あのせいで都市が滅びたんだ。神の怒りのせいじゃない。この都市の水は幻覚剤みたいな何かを含んでる。それでみんな行かれちまったんだ。それをマーローとタルボットは追ってるのか。ああまあだな。カッターが言ってた。彼らは恐怖で敵を操った。あれがあれば操れる、確実に。でも待て、やっぱりおかしいぞ。ここからどうやって水を運び出すって言うんだ。違う、奴らが欲しいのは水の中にあるものだ。なんだって。いいか聞け。つまりこういうことなんだ。サリームによると、都市の呪いはソロモン王が神中の容器に永遠に閉じ込めた魔物たちによるものだ。容器は都市の奥深くに捨てられた。魔法のランプの魔人か。確かにおとぎ話みたいだよな。つまりお前はそのために女王とディーはドレイク卿をここへ送ったと思ってるわけか。ああ、追ってたのは財宝じゃない、力だ。でもそれが何かを知ってしまったドレイク卿は任務を放棄した。女王にも嘘をついて何もなかったと言った。そして旅の痕跡を全て消して歴史を書き換えた。ふん。じゃあドレイク卿には逆らえないな。さあ、そろそろ全てを終わらせよう。これでジ・エンドだ。ここを見ろ、洞窟の上に町がある。安全じゃなさそうだ。危険な香り。道を見つけなければ。ほら、手伝ってくれ。変なことになりそうだ。覚悟はいいか。やってみよう。信じられない。これで地表まで水を送ってるんだ。驚いた。この天井を見ろ。今まで崩れなかったのが不思議だ。ああ、信じられん。あそこで光ってる。こっちへ行こう。開けるの手伝ってくれ。かかめ。
逃げろ。もう大丈夫だ。こっちだ。あーくそ、サリーまだ言いやがった。逃げ道はない。伏せろ。やめろ。こいつをくれ。ダメ。危ない。嘘だろ。逃げ道はない。
処方箋通り。奴ら何を企んでやがる。水の中に入ろうってんだな。おい、こいつはセクシーだ。使わせてもらおう。サリー手伝ってくれ、ここを通ろう。中央の貯水池があるぞ。奴らそこにいる。準備はいいか。そうだな。奴らが渡ってた橋だ。奴らはあっちに行った。気をつけて。そっと上げなさい。もう信じられないな。あのウィンチを外さないと。いい方法あるか。どう見ても人数では負けてる。いいか、ここは二手に分かれて脇から襲っちゃおう。ああ、それなら勝てるかも。ここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。